さあ、弥生時代やっていきましょう。前回までは、縄文時代っていう時代をやってきたよね。さあ、こっから弥生時代へと移り変わっていくんですが、じゃあ、この縄文と弥生時代。 この大きな大きなこの二つの時代の違いは何かっていうのを押さえておいてほしいね。それが一つ目の大事なポイントなんですが、縄文時代から弥生時代のこの移り変わりで、中国朝鮮半島からあるものが伝わってきます。そしてそのあるものが日本全国へとバーッと広がってきた。それが弥生時代の大きな大きな特徴なのね。さあ、この一つ目入れていきましょう。なんちゃら広まるって書いてあるんですが、これを、はい。 稲作っってていいうのが日本全国に広まっていきますこれが弥生時代の大きな大きな特徴なんだよねさあ縄文時代ちょっと思い出してくださいどんな生活してたかっていうと狩りをしたりとか木の実を取ったりとか魚を取ったりとかして自然にあるものを取って生活していたのが縄文時代だったんだよね で、弥生時代でお米を作れることができるようになったと。食料を自分で生産できるようになったと。取りに行かなくても自分たちで育てることができるようになった。これが縄文と弥生の大きな大きな違いなんだよね。縄文は自分で取りに行かなきゃいけなかった。でも弥生時代は自分で物を作れるようになってきた。これ結構大きな違いなんだよね。 ということとで稲作がこう入っっててくるようになってきたとこれが後に大きな大きな社会的にも大きな影響を与えるんだけどさあ続き見ていきますこの稲作米を作る技術が入ってきたことによってある道具が登場しますさあその道具何かっていうとこうです石包丁っていう道具が登場しますさあこれ何に使われたかっていうとこうです稲の穂を摘み取るどういうことかっていうと、ね、稲がこうありますバーっととね、えー、田んぼとか で稲のこの先っちょにお米がこうたくさんバあっとこうついてるんだよねでお米を取りたいとお米だけが欲しいからここを刈り取るために積み取るために包丁を使って石の石包丁っていうのを使ってこう取っていたんだよとそれが石包丁こういうふうに使われていたと。 そして取ったお米をその辺にほったらかしてたら腐っちゃったりするとだからお米を保存するための専用の倉庫っていうのも作られますさあその倉庫なんていうかっていうとこうやってみます高床倉庫っていうふうに呼ぶんだよね、まあ、まさにこれ床が高い倉庫ですよとなんで床を高くする必要がある これは風通しが良くなるよね。まあ、やっぱり地面の近くに置いておくと、ね、ジメジメしてる。だから腐っちゃう可能性あるから床を高くして風通しを良くしたと。そしてもう一つ、あるね、ものを対策していたっていう風に言われるんだけど、これがネズミ。ネズミが勝手に入ってきてお米を食べちゃう。 でお米をガーって食べちゃうかもしれない。ということで、ネズミが登ってこないように、床を高くして、しかもネズミ返しみたいなものをつけてね、登ってきたらバーンとね、えー、登ってこれないように板をこう引いたなんて言われてる特徴があるんだよね。で、まあ、稲作が入ってくることによって、こういう道具だったりとか、まあ、倉庫なんてものが出てきたよと。で、 こっかららままたさにに大事なポイントに行きます稲作が入ってきたことによってある村ではお米をたくさんとる,ることができたともう食料に困らない村が出てきたりとか逆にいやうちの村もう全然お米今年取れないですやばいっすみたいなもう餓死寸前ですみたいなそんな村も出てくるわけだよねこんな感じでまず貧富の差っていうのが出てきたりしてくるよね ちょっとこっから行っちゃったけどね。貧富の差が出てくるよね。食料をたくさん取れるところと全然取れないところで貧富の差が出てくると。そして、じゃあ、そのままお米が取れなかったら死ぬしかないってなるよね。だって たらもう戦って奪ってやれってことでさあどんなことが起きたかっていうと争いが出てきます。争いが出てくるようになります。そして争いに備えて自分たちの集落の自分たちが住んでる周りを堀で囲うんだよね。溝を作って敵が簡単に入ってこれないようなそういう集落を作り上げます。その集落のことを 観光集落っていうう風に言うんだよね周りを溝で囲って簡単に敵が攻めてこれないような集落そういう看護集落っていうのも弥生時代になってからたくさん作られるようになってきたそして争いがあるってことは争いを支持するリーダーだったりそれに従う人たちだったりっていうことで身分の差っていうのも出てくるようになってきたんだと。 いろんなこう変化が起きてるよね。なんか縄文時代までは、すごいなんか仲良く生活してる感じがちょっとするよね。なんかみんなで取って、えー、みんなでそれを分けましょうみたいなね。そんな平和な世の中じゃなくて、弥生時代から稲作が入ってきたことによって、大きな大きなこう変化が起きてしまったんだよと。そして、村と村が戦って、勝った方が負けた方を吸収して、大きな大きな組織へと変化していきます。それがこれです。村から、 国へと、村がどん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 大きくなって、国っていう大きな単位へと変化していくようになっていったんだよね。はい。ということで、稲作入ってきた、へーって感じじゃなくて、もうこれが社会を変える、世の中を変える大変な出来事にも繋がっていってしまったんだよね。今で言うとさ、お金持ってる人と、 持ってない人みたいな感じで、まあ差が出てきてるみたいな感じだよね。まあそんなところをまず前半部分で押さえておいてください。さあ、後半行きたいと思うんですが、弥生時代、まあどんな道具を使ってたかっていうところなんだけど、まあ土器ありますよね。ということで、弥生時代使われていた土器のことをこうやってます。弥生土器っていうふうに言います。まあ時代の名前にもなってます。なので、縄文土器よりももう少し薄くて、 えもう少し丈夫に作られたのが弥生土器だったんだよね。食料を保存したりだとか、まあ煮きだったりとかのために使われていた。そんな弥生土器っていうのもまあ,あります。さあ、そして、この稲作が日本に入ってきたと同時に、もう一つ入ってきたものっていうのがあって、それがここに書いてある、青銅器だったり、鉄器だったり、まあ世界の歴史だね、少し出てきたと思うんだけど、そんなのも、ようやくこの弥生時代になってから日本に入ってきます。 そして、青銅器、鉄器のことをまとめて、なんちゃら伝来っていう風に言うんだけど、これは、金属器っていう風に言います。まあ、二つまとめてね、銅とか鉄とかまとめて、まあ、金属の器ですよってことで、金属器っていう風に呼んでるんだよね。で、じゃあ金属器何って言ったら、この二つだよね。青銅器と鉄器だと、銅で作られた器とえ、鉄で作られた方ですよっていう感じだよね。 で、代表的なの一つ補足しておくと、聖銅器っていうのは、まあ簡単に言うと祭りのために使われたと。神様を祀るための儀式のために使われたのが聖銅器だったんだけど、その中で代表的な形をしているのが、ここに書いた銅卓って呼ばれるものがあるんだよね。これ銅卓っていう風に言われます。これは写真と一緒に覚えておくといいです。まあ他には銅鏡とかね、銅剣とか銅保護とか色々あるんだけど、まず銅卓。 ね、それを押さえといてくださいそして、まあ、鉄器っていうのは、まあ、戦いのための武器だったりとかね農具として、まあ、結構使われていたとはいそんな感じですさあラスト3番いきましょうこのさっきね稲作によってこう看護集落が出てきたよっていうふうにやったと思うんだけどこの遺跡が実は残ってますさあこれが佐賀県にこの観光集落の遺跡っていうのが実は残ってます ね、周りを掘りでこう巡らした集落。そして、物見櫓って言ってね、敵が攻めてこないかどうかを高い場所からチェックする場所みたいなものがあったり、そんな集落が佐賀県に残されていて、遺跡として残されていて、これを何というかこうやって言います。吉野狩遺跡っていう風に読みます。さあ、この吉野狩遺跡何って言ったら、観光集落の残された遺跡のことを言います。これは九州の佐賀県にあります。 ということで、まあこういう遺跡から、まあこの稲作が始まったことによって争いがあったんじゃないかっていうことが言われてるんだよね。で、ラスト書いてあるこのトロ遺跡、静岡県っていうのは高い床倉庫とかの遺跡がこう残されてたりするんだよね。 まあ、こっちをね、ちょっと優先的に、えー、押さえておいてください。はい。ということで、まあ、弥生時代、まあ、こんな感じでね、稲作が広まったとか、まあ、ど弥生時だったり、まあ、金属機能伝わってきたよとか、そのあたりを押さえておいて、あともう一つ、この動画と一緒にやっておきたいのが、弥生時代になんと、中国では日本のことが書かれてたりするんだよね。でこの時代、日本にはまだ文字がないから、文字情報としては日本ではわからない。 なんだけど、中国には、そう日本のことが書かれたりする、書かれてた書物っていうのが残されてるね。なので、それを続きやっていきましょう。